何して遊ぶ？Thank you.
な。何ジロジロ見てんの？Thank you.
はじめまして、園美也子です。趣味は温泉巡りとお買い物とワンちゃんのお散歩と、ゴルフですあと、チャームポイントは色が白いところです、はい長所は結構マイペースなところで、ところがあって結構ゆっくりしすぎてるところがあります今の短所言っちゃった。短所先に言っちゃいましたよね今短所が、ゆっくりすぎるところで、長所はいつも明るくて、基本笑ってることが多いです。あんまり怒らないです。マイブームは、本当に今ゴルフと、あとはそうですね、ワンちゃんと いろんな公園に行って、いっぱい公園で遊んだりすることですかね、はい、特技は阿波踊りです徳島出身なので結構阿波踊りは、はい、踊ること多いですこの状態ですか何かちょっと座りながらなんであれなんですけど、やっとさあ、やっとやっとって言いながら踊ります休日は、私は愛犬がいるんですけど、ワンちゃんとお家でゴロゴロしたり、本当にもう好きあらば今はゴルフに行くっていう感じですね。あと温泉も好きなので温泉に行ったり、岩盤浴で汗をいっぱいかいたりしてます。好きな男性のタイプは、私食べるのがすごい好きなので、一緒にいっぱい美味しいのを食べてくれる人ですアピール、でもできるだけそうですね、可愛くスリスリとすり寄っていきます理想のデート、そうですね、理想のデートは、でも普通にこう、私の愛犬と一緒にお散歩したりとか、普通にこう、そうですね、まあでも温泉とかも、温泉デートとかもしたいです。混浴ですね、混浴がいいですね、気持ちいいねとか言って今後の目標は、まだ今始めたばっかりなので、どんどんグラビアの、この週刊誌とかたくさんそういうのに出て、いずれ表紙を飾ったり、素敵な写真集を出せるようになりたいですそうですね、今日は初めて着る衣装が結構多くて、こういう体操服でブルマっていう格好だとか、あと制服もやったことがなかったので、すごいなんか新鮮、なんかもう女子高生に戻った気分ですコスプレ、そうですね、嫌いじゃないです。結構変身して、こういろんな自分見るのは嫌いじゃないです。着てみたいでしょ。今日も制服着てブレザーだったんですけど、学生時代セーラー服を一度も着たことがなくて、なんかこう元祖もうセーラー服みたいなのを着たいです。はい、今日は初めてこの企画の撮影に参加したので、いっぱい可愛い写真と動画をいっぱい撮っていただけるように頑張りますバイバイ。先輩急に呼び出してごめんなさい。私前から先輩のことが、
今日の撮影全部終わりました。お疲れ様です。今日は最初の方に、制服とか体操服を着たんですけど、もうすごい高校時代に戻った気分になってキャピキャピしちゃいました。結構なんだろう、制服とか着たかったからすごい嬉しかったです。キラキラしながら撮影ができてとっても楽しかったです。そうですね、今日じゃあ今日終わって一日すごい楽しくて、現場もすごい楽しかったので、なんかいい写真がたくさん撮れてたらなって思います。ありがとうございます。その宮子でした。バイバイ。